エミリア・プラテル・エミリア・プラテルは、ポーランド・リトアニアの貴族、革命家、白爵夫人。11月放棄に参加し、かつてのポーランド・リトアニア共和国を構成していた、ポーランド、リトアニア、ベラルーシの国民的英雄となった。カマを武器とした、ポーランドの農民運兵を率いるエミリア・ヤンローセンによる、ハンガ・エミリアが11月放棄に参加することを誓った。 宣言書ランスや銃を武器としたポーランド騎兵を率いるエミリア・ゲオルグ・ベネディクト・ビュンダーによるハンガー・エミリアは1806年にビリニュスで生まれた。一族はその先祖がドイツ・ベスト・ファーレンからリボニアに移って定住したポーランド貴族の家柄だった。父フランチシェイク・クサベリ・プラテルと母アンナはエミリアが9歳の時に離婚したため彼女はリボニアのリークスナに領地を持つ遠い親戚。 プラテルジベク家に引き取られて養育された。エミリアは十分な教育を受け、独立運動家、タデウシコシチュシコや詩人、アダム・ミツキエビチに感化を受けた。また彼女は、ジャンヌ・ダルクや、トルコ人に対するギリシア独立運動の象徴だった、ラスカリナ・ブブリナのような女性英雄に憧れるようになった。こうした性格のせいで、彼女は幼い頃から、馬術や射撃に興味を持つ、 19世紀初頭の貴族の娘らしからぬ少女であった。1829年、エミリアは旧ポーランドリトアニア共和国領へのグランドツアーに赴いたが母親が死んだために帰宅した。翌年、ポーランドではロシア帝国政府に対する11月放棄が始まったが旧リトアニア大公国では初期段階では直接的な影響を受けることはなく。 反皇帝派の運動も存在しなかった。そこでエミリアは自分自身でリトアニアでゲリラ運動を組織することを決めた。彼女は髪を切って軍服をつけ志願兵を募って武装させた。この集団は不評280人、騎兵60人、大釜で武装した数百人の農民からなっていた。エミリアはダウガフピルスからリトアニアに入り、 軍勢を率いて1831年4月にザラセイの街を包囲した。エミリアの部隊はダウガフピルスに一旦帰ろうとしたが、偵察隊が同士が強力な守備隊に守られていることを知らせてきたため、小規模な部隊ではとても立ち打ちできないため、この作戦は取りやめになった。エミリアはジェマイティアに撤退してからパネベジスへと不を進め、そこでカロルザウスキの部隊と合流した。 その直後、デズイデリ・フワポフスキが大軍を率いて同地に到着したため、キュールドとアニア大公国の放棄軍のすべてが結集した。伝えられるところでは、フワポフスキはエミリアに身を引いて家に帰るよう説得した。この時、彼女は、その地に完全な自由をもたらすまでは軍服を脱ぐことはない、と返答したという。エミリアの決意は受け入れられ、彼女は、 ポーランド軍リトアニア風評連隊の連隊長となった。エミリアは目覚ましい活躍をし、当時の女性兵士に与えられた中では最高の東急である隊員にまで昇進した。しかし結局ポーランド軍は敗北し、フワポフスキ将軍はプロイセン国境を越えて亡命することを決めた。彼女は将軍の命令に従わず、戦線を突破してワルシャーへ向かい、戦いを続けようとした。 しかしエミリアは重い病に倒れ、1831年12月23日、ユスティナバスにあるアブワモビチ家の屋敷で池を引き取った。ポーランドワルシャーの金融街、エミリア・プラテル通り、ウィーンをしのぐ中東欧最大規模の金融街で、ワルシャワ中央駅の脇を通っている、エミリア・プラテルを検証するリトアニアの記念リタスカ、エミリアが描かれた、ポーランドの二十図をティシ紙幣エミリアが描かれた、 ポーランドの五十図ォティ紙兵彼女の死の方はすぐに公表され、エミリア・プラテルは放棄を象徴する人物の一人になった。戦う旧国の少女のイメージがポーランド、リトアニアなどの諸国で作られていった。アダム・ミツキエベチは死、大佐の死の中で彼女の名を不朽のものにした。ただし、その死に描かれた彼女は純粋に詩的フィクションであり、 彼女の自人性は大雑把に参考にされているだけで、ある。彼女の生涯を扱った文芸作品は、ミツキエビチの他にも亡命ポーランド人や外国作家によって執筆された。ゲオルク・ビューヒナー、コンスタンティガ・シンスキ、アントニオ・ディニエツ、ブワディスワフ・フブ・フネルなどが、エミリアの生涯を描き、ユゼフ・ストラシェビチが執筆した伝記はフランスで3版を数えた。 1842年には J.K. サロモンスキがニューヨークで彼女の英語の伝記を出版した。彼女は同時代の画家の絵画の主題としても盛んに描かれた。彼女を描いたのはイッポリート、ベランジェ、アシール・ドベリア、フィリップ・ファイト、フランソワ・ドビアン、ボイチェフ・コッサクなどである。エミリアはポーランド第二共和国の二重図をティシ兵や五重図をティシ兵に描かれたこともある。 第二次世界大戦中、ポーランド第一タデウシコシチュシコ連隊に所属した女性支援組織もエミリア・プラテルの名を冠していた。ポーランドの大都市には大抵エミリアの名前のついた通りがある。ありがとうございます。